市の職員が電源を入れると、道路中央に設置された排水溝から茶色いサビと泥が混じった水が噴き出しました。消雪パイプ発祥の地長岡市で、冬を前に毎年この時期に実施される点検。市が管理する総延長360キロの消雪パイプの汚れの除去や確認作業が進められます。作業員は穴の詰まりを取り除き、水が勢いよく出るように調整していきました。消雪パイプはこの地下水という資源を利用していますので、節水に心がけながらも安全な通行を確保するよう、今後しっかりと点検整備を進めていきたいというふうに思っております。点検は来月下旬まで続き、冬の到来に備えます。